MLB、ロッキーズ6、3、ドジャース、日本時間22日、ロサンゼルス、ドジャース大谷翔平投手が21日、日本時間22日、本拠地ロッキーズ戦に、1番、指名打者で出場、9回に今季53個目の盗塁を決め、更新を続けるメジャー記録を52本塁打 &53 盗塁、52から53、とした。 都市55盗塁ペースで2001年に一郎氏が記録した日本選手最多の56個に迫っている。大谷のスピードに本拠地が大歓声に包まれた。3点を追う9回先頭の第5打席は中前だ。1死後に2投を決めた。4試合連続盗塁で今季53個目。本塁打同様に量産体制に入っている。数だけでなく、質、も驚異的だ。 7月23日、同24日の本拠地ジャイアンツ戦から30回連続で盗塁成功。アウトになったのは4度だけで、成功率は93%になった。イチロー氏の日本記録へ、あと3つ。レギュラーシーズンはこの試合を含めて残り8。記録到達も現実味を帯びてきた。